コナー・ケイシーは、アメリカ合衆国、ニューハンプシャー州ドーバー出身の元プロサッカー選手。元、サッカーアメリカ合衆国代表。現役時代のポジションは FW。2000年シドニーオリンピック閉幕後、ドイツに渡りボルシア・ドルトムントと4年契約を結んだ。しかしドルトムントでは、出場機会を得られず、レンタル移籍を繰り返した。2004年、出場機会を求め1。 FSV マインツレーゴに移籍2年半在籍したものの、怪我もあって、あまり活躍できなかった。マインツ対談後、カナダのトロント FC に加入。2007年4月、リリー・オニールとのトレードで、コロラド・ラピッツに移籍コロラドでは、中心選手として活躍し、2009シーズンには、得点王を獲得したジェフ・カニンガムに次ぐ16ゴールを挙げ、 MLS の年間ベストイレブンに選出された。2010シーズンは13ゴール6アシストを達成し、MLS カップ優勝に貢献、自身も MVP を受賞した。2011シーズンは7月のシアトルサウンダーズ戦で、アキレス腱断裂の重傷を負ってしまい、14試合の出場に止まった。2012年シーズン終了後、契約満了により、コロラドラピッツを退団。 2012年12月、MLS リエントリードラフトにて、フィラデルフィアユニオンに指名され入団。2016年1月26日、コロンバスクルーと契約を結んだ。2001年、U-20 代表の一員として、アルゼンチンで開催された 2001FIFA ワールドユース選手権に参加した。2004年3月31日のポーランド戦で、A 代表初キャップ。 2005年7月、自国開催となった2005コンカカーフゴールドカップに参加したが、初戦のキューバ戦で、全十字人体断裂の重傷を負ってしまった。長期のリハビリを経て、復帰を果たし、FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 9に参加した。2009年10月10日、2010FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選のホンジュラス戦で、初ゴールを含むにゴールを挙げた。 ありがとうございます。